女装ですか？似合ってますね。あ、いや、私は羊の妹でございます。あ、妹さん、ひどいメイドキャラかぶりなんてあんまりです。作者許せません。私の登場回も徐々に減らされてインキャラから外されるんですよね。許せない。そうなったらやれる前にやります。な、早い。あ、これ漫画でよく見るトンのやつ。あ、メイド？お嬢様。お嬢様と羊の物語にはメイドキャラは一人でいいと思うので、ですよね。お嬢様、だからメイド、今までお疲れ様。そりゃないですよ、お嬢様。はい、これこれは。いや、お嬢様、お金の問題じゃ。私の使用済みパンツ1億枚よ。お疲れ様でした。大丈夫ですか？すみません、結構痛かったですか？痛いです。心が、心は時間が経てば結構治りますよ。時間が経って痛みは消えるけど、傷跡は残り続けるんですよ。うん、よくわかりませんが、筋トレすればどうにかなります。なるか、ほぼけかす、こら。ただいま。あ、お嬢様。お帰りなさいませ、お嬢様。あら、いたの、ボディーガード。あ、メイド、今日はどうしたの？え、ボディーガード？はい、私、お嬢様のボディーガードをさせていただいております。え、メイドじゃないの？メイドですけど、ボディーガードもしてます。呼び名はボディーガードなの？そうなんですよ、なんか長くて気持ち悪いっすよね。なんだ、そうなんですね。なんかご機嫌ね。メイドキャラは私しかいませんよね。メイドさんは変態キャラですよ。それでは失礼いたします。バイバーイ。バイバイじゃねえんだよ。その袋何が入ってるか見せろ。キャラ濃いな。